僕の声君に届けよう、ララララさあ歌うんだ。観光情報番組よみたんラジオ、この番組は読谷村商工観光課ほか各社の提供でお送りします。遊ぼうか、空にはお日様、僕らのことを待っている。繰り返す毎日の2018年6月23日土曜日、時刻は9時を回りました。観光情報番組よみたんラジオ、本日ナビゲーターを務めるのははじめちゃんこと山内はじめでございます。皆様おはようございます。ちょっとねトーンが低いかと思いますがね、6月23日ね、本日慰霊の日になっておりますね。沖縄県民にとってはね、まあ一年の行事の中でもとても重要な意味を持つ日でございますね。もう各ね、今日朝のね琉球新報、沖縄タイムスのそれぞれの紙面でもですね、もちろんこの慰霊の日という形でですね、各地で行われるということで伝えておりますね。なのでまあ観光で訪れた方はね、その光景をね、多く見ることになると思いますね。またどういったものなのかっていうのもね、知っていただくいい機会にはなりますね。なのでぜひこの今日のね6月23日慰霊の日というのがね、もし沖縄に来られて、見る機会があれば、それを感じていただければなというふうに思います。で本日はですね、まあ、サテライトスタジオでいつも放送しているんですがね、本スタジオの方からね、放送になっておりますね。なのでちょっと土曜日ということで静かな感じになっておりますがね、スタートしていきたいと思っておりますね。本日はじめちゃんでございますね。皆さんからね、こういったねイベントというね、まあ、慰霊に関するイベントっていうことになるんですがね、もしあればですね、まあ、メッセージなどもね、募集しておりますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。結構ねこの慰霊の日ね、私去年もですねこの慰霊の日にこの読みラジやっていましたね。なのでなんか2年連続ねこの慰霊の日にねこの放送をするまあすることになったっていうこともね、何かね、それをね考えなさいというふうにね、まあ、言われているのかなというふうにね、ちょっと思ったりもしますけどね、皆さんにとってこの慰霊どういった形になるのかっていうのもね、ぜひ見て考えていただきたいなというふうに思いますね。まあ
観光で訪れた方はね、ちょっと他県の行事という形には